よろしくどう？だからな。いっちょ、やりまっせー。ねえ、これ恥ずかしくなってきた。はい、皆様、大好評のあのお時間でーす。わかる？そう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 。リチャラスケの部屋です。お悩み相談コーナーこれも使わせてお願い。リサクさんだけのものではないです。ダメ、もう、あの、次から徹子のヘアスタイルしてくるから。あ、じゃあちょっと考えましょうか。じゃあ、やったー、やってまいりました。リチャラスケのお悩み相談コーナーです。はい。それでは、今回のゲストをお呼びしたいと思います。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。茨城店の、岩橋祐介と申します。副主任の岩橋と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちなみに、ニックネームをよく呼ばれるのがチューヤン。その昔、その電波少年っていうワンちゃんがいまして、それに出てくるタレントさんのチューヤンに似てるっていうことでなるほど、なるほど、はい、まあ、チューヤンと呼ばれること、ちょっと世代が近いのかもしれない、はい、私はあのリチャのスケでも、リチャコーでも、リチャーンでも、リリチャーンでも、リチャ、リチャマルスイさんでも、何でもいいでしょ。はい、そのくだりもちょっと一回取ったんで、いらないです。なんでなん、ね、厳しいよ。じゃあ、早速ですけど、お悩みを聞きたいと思います。チューヤンのお悩みは何ですか。まあ、すごい上がり症で緊張しいなんです。緊張したら、まあ、うまく言葉が出てこないというか、はいはいはい、まあ、そういうことがやっぱ多々あるんで、そういう時ちゃこさんとかはどういった風に対応されてるのかなって思ってこれは私のための悩みです。本当におすすめの方法があります。恥ずかしいことをひたすら言うりさこさんはもともと緊張されるんですか。はい、しました。っていうのも、始まったら自分を出せるのに、始まる前はめっちゃ緊張してるんですよ、何気に。でも出してないっていうか、出さないようにしてるっていうのが正解かもしれないです、言い回し的には。で、まあ、実際どうするかっていうのを考えた時に、面白いことを言いまくるっていう対策。面白いことじゃない、どしもねた。はどしもねたを言いまくる。下ネタって万国共通なんですよ。で、下ネタは世界を救うなって思って、私の周りにもその人見知りの子とか恥ずかしがりの子がたくさんいて、ちょっと下ネタとかの話をしたらウェーってなるじゃないですか、楽しいから。まあ、一番簡単なところで言うと自分の性癖とかですよね。まあ、私で言うと、まあ、めっちゃ長い人が好きみたいな話です3時間ぐらい食べたいなみたいな願望があるんですけどもこういう話をしたらバカなことじゃないですか。職位的に無理ですけどね。まあ、そうですか、やっぱり、はい、でもやっぱりこうオンとオフっていうのがある人間ってめっちゃかっこよく見えると思うんですよ。そうですね、はい、だからこの休憩室とか入ってくるときに、お疲れ様ですみたいな話ですかそんな話ですかなしですか。ちょっときついですね。いや、なしか、はい、言えるけどコンプラ的にっていう。なしか、やっぱり、はい、そうですね。そうだ、あ、思い出してください。あ、リチャのスケ何時間されなあかんのかこれどうですか。そうですね、だいぶそれでいけそうな感じはしますね。いけそうですか。はい、喋るとかじゃなくて頭で思い出すってことです。あの女なんか3時間舐められなあかんのかみたいな。いや、絶対じゃないですよ。できればね、極力長く。ドキドキしてますよ。ドキドキ3時間か、ちょっとドキドキちょっと解決しました大丈夫ですかね。こんなところで、まあ、その緊張した時に頭の中で思い出してもらう、はい、これでが一つの解決策ということではい、はい、これでチューヤンも新たな一日一歩を踏み出せました。はいはいというわけで、はい、例のあの挨拶をしてもらいます。そうですね、私 の最後の挨拶があるんですけど、あ、下ネタじゃないです、はい、ちょっと一緒にやっていただきたいなと思うので、はい、ちょっと覚えてください。せーの、さようなら、さようなら、ありがとう、ペコリ、バイバーイ。
この番組は気候な大阪北摂エリアご協力のもとお送りしております。